申し込む。スザンヌ制服姿が可愛い、まだいけるねと反響。タレントのスザンヌ31が9日、学生服風の衣装に身を包んだ自身の写真をインスタグラムで公開し、普通に可愛い、制服まだまだ十分いけますねと反響を呼んでいる。バラエティ番組スクール革命、日本テレビの衣装と思われるこの制服。スザンヌはみそじ制服問題、正確にはみそじタスにとちょっぴり自虐気味だが、ファンからは絶賛の声が殺到。まだいけるね、めっちゃ制服に合ってます、まだまだ若くて綺麗、制服姿も可愛い、制服姿がいつまでも似合うまま素敵ですといったコメントが相次いでいる。スザンヌは2011年に元プロ野球選手の斉藤和巳と結婚し、2014年に第一子である男児が誕生。その翌年3月に離婚を発表した。